前半と9分です。私もちょっと一つ言葉で町田としてはスペースをこう支配しながらゲームを進めると、まさにそういう入りが、ね、できた町田の前半の入りで、しかもいい時間帯で町田らしいそのボールダッシュからの手数の少ないゴールっていうシーンでしたね。戸高の今シーズン初ゴールでした、はい。まあ、ただ後半は山形のゲームになります。7分です。まずサイドをセドマが駆け上がって、ここでフリック、坂野、そしてアルバロ、 J リーグ初ゴール。まあ、結果これワントップツーシャドウの3人が絡んだシーンでしたね、はい。右のセドマから真ん中の坂野を使って、最後アルバロ、そしてここから、まあ、なかなかこの3人の関係性という話もあった中で一本こういう形が出たのが山形でした、はい。そして38分の逆転ゴール、ここで一度跳ね返すんですが、いい反応を見せた坂野。まあ、この前にもコーナーキック1本ありましたし、ちょっと町田難しい時間でした ね、はい、ですね。ここね、2回栗山選手にヘディングを乗せり負けてるんですよね。はい、でもこの反転からのシュートって坂野選手うまいですよね、去年も何度か見せてましたけど。しかし町田、ここでドリアン・バブンスキー、はい、後半ほとんど、まあ、チャンスはなかった中でもセットプレーでした、はい。まあ、あとは試合中にも言ったように、このフリーキック与える必要はなかったというかね、はい、なんとかこう立って対応できたんじゃないかなと思うんですよね、松本選手だったかな対応したの。はい、